What's up, お嬢様。どうしてティアーで涙が出ているのです。私の大事なお嬢様が泣いてるとあっては私も気が気ではいられませんわ。え？ Really？ 失恋でございますか。まあお嬢様、それはとってもおつらいでしょう。相手はどこのドイツです。ああ、そうだったんですね。え、お嬢様がありながら別の女とカフェでお勉強を。まあそれは許せませんわね。お嬢様はそれで泣いているのですか。お嬢様が泣くことはありませんのよ。え、この後またスクールへ戻るんですか。わお、ご無理なさらなくても良いのでは。そうですか。お嬢様のそういうお強いところ、私とってもラブでございますよ。でもそんなにボロボロのお顔でスクールリターンしてはなりませんわ。お嬢様、私がお嬢様をまた美しくメイクアップして差し上げます。いや、もちろん泣いてるお嬢様もとっても可愛らしいんですけれどもね。それでは準備してまいりますわね。しますよ。
明日時から。私の過去の恋愛ですか？そうですね。危険な男性とのロマンスがありましたわ。だけど、私もすぐ別れちゃいましたの。お嬢様にお仕えしているから、恋している暇なんてございませんわ。つやつやのお肌ができました。お嬢様に隠すべきものなんてないんですけれども、
お嬢様は幼い頃からユニコーンがお好きでしたね。ユニコーンはお嬢様のことを常に守ってくれる存在ですからね。お嬢様に元気と喜びを与えてくれるでしょう。お嬢様は赤が本当によくお似合いですわね。このピンクのラメをたくさんつけてシャイニングアイズしましょうね。
様もう一度ここを見て。お嬢様の今日のメイクには何色のチークが合いますかしら。
しいことが起こらないように。お嬢様のためのリップが2つありますわ。こちらのピンクも可愛いですけれど、こちらのレッドの方が今日のお嬢様には良いかと存じます。違う。